はい、今日はパパがオムライス作ってくれます。イエーイ。いらっしゃいませ。今日もまさかの豆乳ですか。今日もまずパパは牛乳を入れてました。今牛乳を今入れてました。これな、豆乳ね。豆乳な。最後結局チーズかけるからな。どれぐらい作ったんだろう。これだから最後上にかける。ホワイトソースどうやって作ろうとしてんの。どうやって作るの。小麦粉やろ。先に。先に。そうやで。じゃあそんなうるさい。本気のホワイトソースのどのコーナーなんか作る気ないから。先にこれで小麦粉でこう炒めて具材をマッシュルームかな。マッシュレーンそれはもう知ってる人は勝手に知ってるホワイトソースの作り方で作ってください。もう今日はもうせこういうとこ、こういうとこよな。すぐ口出ししてもらうとこよな。あんま言わんとこは今日はほんまに。今日はもうパパの爆裂キッチンやから。いやいつもそんな言いながらなんか言うとこ。じゃ言えへんよ。せやね、パパのバックレツキッチンやから、ママは何も言うたらあかんねん。せやね、もうすごいホワイトソース、美味しそう。何でも言わんねん。せやね、何も言うたらあかんねん。今ね、豆乳と牛乳の中に、何やったマッシュルーム。そう、マッシュレーレを入れてます。その、変な言葉にするんだけやめた方がいいと思う。ホワイトソースじゃないからもう別に。ホワイトソースもどきやしな。ホワイトソース服やし。せやねん。そう、大事なのは作り方とか見た目じゃない、味やから。なるほどな。あとコンソメ。コンソメをどれぐらい。ちょっと多いかなぐらいでもいいんじゃない。白だしも入れるの。うん、ちょっとだけな。一気に枠になるやんとか思ってるやろ。別にならへん。別にならへんか。ちょっとだけ入れたらいいだけやから。ほんまにそれぐらい味付けは。うん、はい、ピーマン。ピーマンでもな、そんな食べる。みんな食べる。私はね、好き。大人は好きじゃん。えいえい。多かったかな。多くない、大丈夫。なんかまた独特な切り方って言われるのかな。分からない、私どうやって切ってるやろか。1個切らしてやもんねやったら。いや大丈夫。猫の手やろ。猫の手なってへん。あんたもあれなの。猫アレルギーじゃないけど。私猫アレルギーやからできへん。関係ないやろ。1個やらして。お呼び出ない。でしゃばんな。ああ、1個切るって言ったらまた。え、切らしてくれんの、うん、私な、こうちゃうねん、こうやねん。で、いつも言うんですけど、なんで丸みを浮いてる方下にするの。危ない。いや、こっちなんか切れないやん。切れるって。なんで丸みを浮いてる方、あ、そういうもんなんかな。え、俺が間違ってんの。いや、知らん。ちょっと見てる視聴者の主婦さんたちに聞いてみたら。丸みを浮いてる方下にしたら危ない。え、いつものでスペース上げて切ってなんかできますみたいな。だるいって。いつもにちょっと早めに急いで切って。えらい違いやん。えらい違いやん。じゃあちょっと、じゃあ、あの丸みを下にしてやってみたらいいから。めっちゃやりやすいかもしれんで。どういうこと。一回それでやってみたら。怖いわ。はい、ピーマンな。ピーマン終わり。もう終わり。最後火にかけようか。火止めました。湯葉みたいになりそうやから。塩、今ホワイトソースの方ね。胡椒、めっちゃうまそう。もうこれだけで。なんかピーマン今飛んでいかんかったろか。
どこ、ここ、ここ逃走ピーマン逃走中おる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 ほらおるおるおるこっちにもコンソメちょっと入れるからご飯ご飯ケチャップいるんだよあ、言わん、あの言わんとこは私はな言うて言うてあかんよーいシン現場みたいにしてもらってはまたほんまにやめてやるわパワー、はい、私はもうなんかご飯入れる前にケチャップでもう具材炒めちゃうタイプいや俺ほんまはボウルでもケチャップとご飯混ぜたかったよ混ぜろよ、じゃあほんまはな後出しじゃんけんよ、もうそんなもん言うてくれたらよしならさっきにママとあやちゃんの分だけよそってよそってうんせーのこれとひなの分だけベーコン入れるからここはここの家はママもあやもお肉が嫌いやからなベーコンこれぐらいカリカリになるまでこのご飯の中にねオムライスのご飯の中に豆乳入れる混ぜるうん、多かったかもな、うん、結構食べれるのかな、ひないや、分からへん結構な量やと思うよ、それなあ、うん、で俺は食えんねんけど多ない、ほらたまごななんか言われる前から買ってるからあ成功いや、から入った失敗やんお入れたのこれいっぱい残ってるパターンさっきのもう私も、まやもよく焼きであ、よく焼きうんこのフライパンでやったのが失敗やったわいやいや白いさ白身残ってるオムライス嫌いやちょっと喋っとってやちゃんちゃんと喋ってやわかったってうるさいでしょ、ほんまえ入ってこんといて喋ってるからうるさいでしょ、ほんまもう30超えたらこうなってくるのかね、みんないやなもううちの姉もねママと同い年しゃべるようしゃべしよう口出しようなあ、まあ、うるせないママうるせえ今はあやちゃんと愚痴言ってますほんまに世の30代後半の女性はみんなこうなんですかほんとなあ、まあ、ちっちゃいことずっと口口言うてるんです怒られるかやめとこうか後で見て怒られんなやめときまーす。めっちゃ静かよ。喋ることない。何喋ってる？感謝の思いとかな。日頃の腹立つ思いとかな。そんなは人前で話すようなことじゃない。どうした？感謝の思い。感謝の思いって口に出したらなんかあれじゃん口に出さなきゃってやったんね本人はな本人にはそうなんかもしれんけどどういうことどういうこと本人にはそうなんかもしれんいや本人には
口に出して伝えるあれなんやろうけど、ね、火ついてないで。え、なんでずっとこんなんしょった俺。そら、そらいつまで経ってもやわ。明太子入れてます。そのチーズなの？それは何？パルメザンチーズ、普通の粉チーズ。ホワイトソースのとろみってチーズでやと思っててとろみ全くない。だから小麦粉を先に砂がかってけ、あの普通のペダルのチーズ取って。で、加えられます。チーズ、普通のチーズ。多少は今よりはとろみは、とろみとは言わへんな。粘り、うん、粘りとも言えへんな。でもほら、とろみついてきたよな。まだほら、うまい。オッケー。これなんかママのな、ママの作ってくれたから、ここにほんな。水系やば。こうして、おいしそうやんな。そうしてそうね。ほら、おいしそうやろ。ちゃんとできてるんだけど。どういうこと？期待しなかったってこと？いただきます。うんうんうん、美味しい。うまい、うまい、うまい、美味しい。うん、美味しい。え、うちはさ、うん、もうオムライスが好きか。え、なに、なんて？うちのオムライスより好きかも。してやん。それホワイトソースかかってるからやん。ちゃう？ピーマン。ママのやつピーマン入ってるから。これピーマン入ってんの？ピーマン？おいしそうやん。まだ食べてないんだよ。え、ママのやつはおいしそう。ママ絶対オムライス作らんから。嘘やって。Woo!